先生、あ、まだ早いわ。でも落ち着いて、乱暴にしちゃダメ。そうやってもっと奥まで。すごい吸い込まれる。焦らないで、もう少しだけ我慢して。ああ、あんなところで喧嘩してたの。この人を倒すためです。あのね、彼氏が何したかは知らないけどね、刃物はダメだよ。刃物は彼氏。私とこいつとはそういう関係じゃありません。とにかく別れ話とかならちゃんとお互い話し合って、もっと穏やかにね。その辺の非合法有利にでも売り飛ばしてもらえますか、この娘。人を奴隷商人みたいに言うな。あれ、奴隷商人じゃありませんでしたっけ。不法入国した小娘、無線でこき使ってるじゃないですか。誰が奴隷あるか、ぶち殺したのか、クソガキ。違うんだ、白身は。ほとんどのバケが知らんだ。いや、違うんだっていいの。私は黒の下着なんて履いてないです。襲わないで。襲わねえんだ。本日の勝敗、白金の敗北。黒髪ロングでセーラー服で敬語キャラで真面目なのに天然ド S なギャップが最高に燃えて大好きでーす。警察署にいるからしばらく戻れないってよ。黒髪は正義です。反省はしていません。シスターの服じゃないか。なんでこんな子供が。眠っている幼女にいたずらしてるヤンキーの写真が撮れてしまった。小高、あんたロリコンだったの？違う。それはこの写真を見た者が判断することだな。適当な画像掲示板にでもアップしておくか。誤解を拡散するな。何しにここに来たんだよ。はるかからは K の言うことを何でも聞くようにと言われている。言うことを好きなようにさせてやれって。は？何をされても抵抗するな。年頃の男だから少々のことは仕方ないって。いいから中入れ。私は作れるぞ。私もしょっちゅう作ってる。私も人並みに作れます。俺は作れませんね。津田隆俊は ED。 料理の話してんだよ。そう、なかなかうまく。見たい、長住さんゆっくり。あら、長住くんたち戻った。少しきついな。ダメだよ、入らない。手伝ってくれますか？おう、いいのか？どれ？そんな、初めてなのに二人なんて。入っちゃった。なんとか切れたか。じゃじゃーん。コウさん、何？まあそういう展開よね。ベタやけどこんなん需要あるんかいな。待つんだ、シルビア。そう言わずにやらせてください。いや、これ以上は気持ちよくて死んじゃうから。いや、嫌だもの。イーナさんも一緒にしますか？私、素人ですから足元になるだけですので。本日の勝敗、白金の勝利。タカ君、今度タカ君の家に行っていい？人前でその呼び方はちょっと。あ、ごめん。愛称で呼ぶときはプライベートだけね。傷口広がってるよ。弥一先生には手取り足取りいろいろと教えていただいていますね、先生。おーい、こいつ何言ってんだ。愛のこと可愛いって言ってくれたの。ミオは握手してもらったことあるよ。なんで対抗しようとするです。愛なんて裸で師匠に押し倒されたもん。え、シャオもあやめたにしてもらってよ。ちょっと、あなた本当にビンゴです。放置すれば苦痛は蓄積され、休みは全身に広がり。うん。違います。何考えてるんですか？ちょっと確認したくて。何言ってんだ。お忘れ物です。お、どこに忘れてた？先ほどのホテルのベッドの上のバスタオルの下に。そっか、危ねえ。ホテルの。ベッドの。これは黙っていた方がよろしゅうございましたでしょうか？その言い方はやっぱり。それはないわ。違うんだって。夕飯前にお風呂で汗流してはどうでしょう。そうですね。みんなが入ってる間、俺はアク抜きしてますよ。そう？じゃあお願いね。私たちが入ってる間、津田くんは抜いておくって。そうか。邪魔しちゃ悪いな。ちゃんと全文伝えて。次は私にもお願いしていいですか？あ、はい。アク、もう少し強くしても。こうですか？そう、お上手です。変な声出さないでください。人間不信の女の子が主人公でな。で、口の悪い男の子が転校してくるんだよ。その男の子が実は重い病気でシュバシジャーですよ。てめえこら、それはやっちゃいけないタイプのネタバレだぜ。このクソネタバレ女の口を塞ぎ、了解。静かにしてろ。声出すじゃねえ。暑い。無理して熱中症になったら元も子もないですよ。じゃあ私も。ちょっと離れてよ。いいじゃん。もうこんなパンパンにしてお姉ちゃんが口でしようか。あ、そこは握っちゃダメ。そうそう、爪は立てずに軽くつまんで。あの兄弟、部室で何を。あんたら何やってんだ。おわあ、助手。今さきちゃんたちに風船の作り方見せてもらってて。ですよね。